まあ、ジャークベイト、まあ、冬で、まあ、特にこういったリザーバーハードプラグのメインベイト、今これまだプロトなんですけど、まあ、よく使ってるのはビジョンワンテン、あとワンテンジュニアが実績は僕は高いです。まあ、今日これ濁ってるんですけど、まあ、リザーバーって基本的に水がきれいなんで、まあ、そういった透明度の高いところで浮かせて食わせるのに、このフラッシングダートとポーズで浮かせて食わせる。で、これがマッティだと連続的に波動を出すシャットプラグの出番が多くなるんですけど、ツートゥイッチワンポーズっていうのは、まあ、決まりではないんですよ。ただこの動作をやり続けるのに、まあ、やりやすさと、あとはバスの方もこうイレギュラーながらも同じリズムで続いていった方が食べやすいんじゃないかな部分、あと実績ですね。なんですけど、そこは自由で、まあ、いい部分でもあるんで、でこの弾く強さを状況とかルアーによって調整している。でたるんだラインをパシッパシッて叩いてるんですけど、まあ張って緩めてなんで、こうロッドをこの動かしたほどはルアーは実際には動いてないです。瞬間的にショックを与えてる。でパッとこう動いた後にラインがもうたるんでるんで、スッとこうね、これをライン張りっぱなしでやっちゃうとルアーがキレよくダートしてくれないので、瞬間的に引っ張って、で次の瞬間ラインをくれてやるっていうのが大事です。ダムサイトに近づいてきて、ちょっと平均水深が深くなってきてるんですけど、狙うのはバンク沿い。風も吹いてきて雰囲気アップ。来てる来てる来てる、バスだった。まぐれだけど来たよ。どっからバスだったんだろう。よいしょ、ジャークベイトフィッシュフェイス87、ラッキー。はい、はい、うん、これもいいサイズでは。ありがとう。いや、いつ食ったかわかんないですけど、まあ、引っかかって、まあ、おそらくバスが見てたんじゃないかなと。で、外れた瞬間に食ったんだと思うんですけどね。こう弾いてたら急に横に引っ張られて、あれあれあれって感じでした。まあ、今のはラッキーでしたけどね。ただ、すごく釣れそうなシチュエーションに入って、このカバーが今回少ない中で、まあいいシェードと、あとはなだらかな角度に木がいっぱい絡んでるところで、こういった角度のところはちょっとボートポジション、岸から離してボートポジションで今5メーターぐらいだったんですけど、まあその岸からその間を引いてくる。でこれが垂直岩盤みたいに岸から急進だったら、もっとボートを岸べたにつけて際を引いてくるっていう風にやります。まあ、やっぱりジャークベイトもね、引いてくる釣りなんで、このコースがとても大事なので、まあそういったところはキャストと、まあ、ボートポジションでコースを丁寧に決めていってやると。で今こうスタックしちゃいましたけど、まあ、カバーに絡めて引くときには、トゥイッチを
ちょっとね弱めにしてます。あんまり飛ばしすぎると引っかかりやすくなっちゃうんで弱めに。あとは狭いポケットに入れるときなんかも、そのポケットからすぐに出してきちゃうよりはじらしたいんで弱めに弾いてやってくる。でもこう広いところから引っ張りたいときには目立たしたいから最大限飛ばしたりとか。ただあんまり強くやること僕は少ないかな。やりすぎちゃうとね、今時のバスはちょっと嫌がっちゃう気もして。ビジョン1点っていうのは弱く叩いても強めに叩いても、まあ、ある意味誰が使ってもいい左右へのダートアクションをしてくれる。で左右にも切れよく飛びつつ下にも入ってくんで、リザーバーみたいにこう岸に入れてもすぐ深くなっちゃうようなところでも入ってくれる。あと投げやすい。ほんとね、欠点が見当たりません。ただそれだけでいいってわけでもまた違くて、やっぱルアーによって特性があるんで、例えばラトリーノグみたいにダートアクションはそんなね美しいわけじゃないんだけど、グッグッってこう水押しが強くて、霞水系みたいなマッティウォーターでもこうアピールしやすいとか、あとは、まあ、これ今ねフェイスなんかはまあ一回り小さめの中ではちょっとこう長めのリップで下に入ってくれるとか。ジグのいいところが、まあボリュームはあるんですけど、そのボリューム感をスカートの長さとかトレーラーによって調整できることで、今使ってるのがギャップジグの 7g にブルースホックダディの、まあボディを2節ほど短く切ったものなんですけども、まあこれを基準にしています。まあどのフィールドに行っても、まあ、量刑好みなセッティング。おかっぱりでもボートでもっていうところなんですけど、よりデカバス狙いに特化させるんだったら、もっとボリューム感のあるトレーラー。ポークのビッグダディタイプとか、スクーパーフロックマグナムとか。ね。で、スクーパーフロックマグナムと組むときは、ジグは、フレックスジグっていうジョイントタイプをね、相性がいいんですけど、あとはより、まあ、タフコンディション、食わせ、ね、じっくり誘うって時にはスモラバも使えますけども、小さくなっても、まあ、ジグなんで、いいサイズは食ってくれる。ただ、やっぱり50アップ狙っていこうってなると、よりボリュームのある。まあ、この、ギャップジグにブルースホックダディくらいから。で、例えばこれがスクーパーフロックマグナムとか、ビッグダディタイプなんかを使ったよりボリュームのあるジグだと、例えば今みたいに晴天無風でちょっとそこまで行くとさすがに食わないっていう状況だと、まあ今ぐらいにするね。これだったらまだその歩み寄れるかなっていう状況に。その辺はさっき言ったそのボリューム感の調整で、より強くそのボリューミーにいけるんだったらその方が目立つしでかいのも食うしいいんですけど、それを押し通してノーバイトで終わっちゃうこともあるんで、そこはね、状況に応じて調整しているっていうのが、まあ、ジグの選択です。その柔らかい動きっていうのがやっぱコンビネーションルアーならではなんですよ。例えばこうワームをセットして、これがもしジグじゃなくてワーム単体だったらフックが通ってる部分ってしならないですよね。だからその後ろのこのアクションと、まあサイドパーツの動きになるんですけども、ジグのいいところは、仮にジョイントタイプじゃなくても全体で柔らかいアクションをしてくれる。このフックが通ってる部分はもちろんしならないんですけど、その部分にスカートがあることでなびいてくれる。ね、こう全体での自然な柔らかいアクションを出せるっていうのがやっぱコンビネーションルアーならではです。なんかこうジグストのようにこう泳がしてくる釣りにすごく向いてる。あとはそうスカートの抵抗感もありますよね。ゆっくり
ワーム単体と比べるともう明らかに実感できるレベルで、同じウェイトだったらゆっくり泳がせられますし、その時に重量感も違う、同じウェイトでもよりしっかり水をグリップして水を押しながらゆっくり柔らかく泳がせられるっていうのが、まあ、その低水温器であったり、あとはでかい魚にも効いてると思います。このスモラバマイクロピッチシェイクっていうのが、まあ、水深が浅いところだったらそんなにレンジって気にしなくていいんですけど、まあ、今ここが4メーターぐらいあって、でしかも水面から上までカバーあるんで、いやどこにでも可能性がある、どの深さにも入れるってなると、上だけで誘っても下の魚は気づかないとか浮いてこないっていうのがあるんで、徐々に近づけてきます。でそのやり方が2種類あって、一つはもうパッと糸を送り出して、で一気に届けちゃう。でその時にスモラバがすぼんだ状態からピタッと待ってファッと開いて、これもねアピールになってると思うんですよ。でそこからピリピリピリパクっていう、まあ、これ早いしちょっとこうリアクション的な要素もある、シューファっていうね。でも本当にプレッシャーきついと、こう迫ってくるものに対して嫌がっちゃうって感じるのもあるんで、その時はバスの方からこう見つけさせる、ゆっくりシェイクしながら落とし込んでいく、まあ、シェイクはこう高速に細かくやってるんですけど、じわ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 っとロッドティップを下げていく。そうするとどっかの段階でバスの視界に入って、バスの方から見つけて食い上げてくる、こう驚かせない、バスに見つけたと思わせる落とし方、これは振り落としって呼んでるんですけど、この2種類。ただ一頭に時間かかります。だどっちがいいのかはもうやりながら、そのバス一匹一匹の性格にもよると思うんで、適当に混ぜてます。だ基本は上から誘うってことですね。いきなりボトムに落とすってことはほとんどしないで、まずは上で誘って、そっからシューファってこう、これをやるのか、じわ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 って近づけていくのかっていうのをやる。で上から誘うことによって、その下にいるバスにフックとラインを見せないっていう狙いもあります。嫌でしょ、いきなりフューってきてここにラインがフューってあって下でこんななっても。こういうところこそマイクロピッチシェイクだな。 MPS自然に振り落とししていくのに、ラインをこうキープしといて、で送り込むといいですね。スプールからファーッとこう送り込むと一定ではなくなっちゃうんで、シェイクしながらこう手をロッドの方に連れてって落とし込んでいく。でこっからロッドも倒し込んでって、で水平ぐらいまで来たらもうそっからは振り込んで、よっしゃ、深かった深かった、でもいたよ、振り落としに来たね。でこういう中でかけても切られないように10ポンドは欲しい。どうなってる。でね、無理しない、もうこういう時は手で取りいきますね。おい、スモラバマイクロピッチシェイク振り落とし、これも冬の欠かせない釣りです。
コンプリート。コスモ 3.3g に MPS ビッグでした。ありがとう。はい、もうちょっと深めだったね。ね、でも本当この釣りは頼りになる。スモラバのマイクロピッチシェイクでいてもなかなか食わないバスにをもう根負けさせて食わせるっていう、まあ、これも冬はねもう特に出番が多くなるんですけど、特にバスがこうこういったものにこう浮いてくる、今ちょっと深かったんですけどサスペンドしているバスに、まあ、効果のある釣り方です。横を通過させるぐらいじゃ追って食わないけど、その一点で誘い続けられちゃうとパクッっていうね。